どうも皆さんこんにちは、マハックです。ボーダーランズ3続きをプレイしていきます。さあ行くぜ。もう敵は来ないかな。もう来なくていいけどね。おお、なんだ、うわ、湧いてくらい、ほら、確実に。本能に従え。なんか強そうなやつがいるんだけど、どうやら勘違いのようだ。うれ、あと一匹任せたぞ。そう、武器持って帰りて、もったいねえな。この辺はこういう時に限ってなんか武器がいっぱいドロップする気がするんだよな。リロード。これボス戦か、まさか。そんな感じするよな。うん、ボス戦だな。さあ来いよ、キャプテントランと。うん、後ろのシールドだな、狙うべきは。後ろのシールドというか、なんか座れる後ろのタンクね。あれなんだ、そこに浮いてるやつ。いた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 、普通の敵も湧くのか。普通の敵がぶっ通し、痛い。ビームサーベル痛いな。どこ行った、そこか。ちょっと反対側に凍ってるから移動速度が遅くなってる。弾回収、痛い。完全に後ろを取った。痛い。シールド剥げた。いけるぞ、半分きた。どうとかして、一気に畳みかける。ペットとどめよろしく。イエー、ナイスだ。こいつらもっと早く出てこいよ。奴は死んだ。それが全てだ。奴は死んだ。確かに嫌な奴だったな。エリジームは手に入れたか？渡してくれ。ね、
このスナイパーお金になるから持って帰りたい。持って帰るというかね、シールドはだいたい金にならないからね。こいつとこいつと、あとはまあこんなもんか。これからもどうぞよ。終わった途端に出てきたからなこいつら。絶対に待ってただろう。よし。侵略に対して非暴力は正しい対応ではないかも。エリジウムの扱いに関しては私はリリスにかなわない。だがこの本が役に立つだろう。よし、じゃあ行くぞ。よし、やったぞ。おお、もうすげえ。お先。なんて力だ。今なら惑星を丸ごとフェーズロックできそうだ。それ今度教えてよね。この力癖になりそうだな。よし、鍵のかけらを手に入れよう、ボルトハンター。了解だ。エヴァ、よくここまで生き延びた。水面を見つめ続けたのも無駄じゃなかったようだな。この宝箱、宝箱だよね多分これ。マヤと会う前から戦ってたっての。ならスパーリングと行くか。その前にほら、あの戦利品とか整理しないと。まあまあ来てからやろうか。いや、荷物をまとめろ。お前の願いが叶うぞ。彼らに同行する。ちょ、マジで。まあいいけど、楽しそうだし荷物取ってくる。ボルトハンター、これを見てくれ。うん。エリディアンは銀河のあちこちにこういうメッセージを残してる。以前からセイレーンとボルトには関係があると思ってた。きっと何か意味があるんだろう。読めない。うん。そもそも字なのかこれ。そうそう、気になってるのはこれだよ。この遺跡は私が生まれる前からここにある。なんだ、武器じゃないのか。アリワに知られてしまった以上、アテナスに平和は訪れない。リリスより先に話しておきたいことがある。ちょっと待って。私がエヴァを弟子にしたのは、あの子のいずれ聖霊になるからだ。いつの日かな。その時のために鍛えてやりたい。では星々の海で会おう。オッケー。アテナスは宇宙一精霊が多い星だ。食い物が違うんだろう。サンクチュアリーに戻る。サンクチュアリーに戻る。よし。鍵のかけらを手に入れたそうね。お見事よ。さあ持ってきてちょうだい。あなたが他のかけらを探し回る間、私が安全に保管しておくわ。なんでいるんだ。こんにちは、裏若きお方。私はクラップトラップ。わあ、マジで本物だ。何人。マヤがいっぱい話してくれた。ブリモングとかキャプテンフリントとか、あと階段とも戦ったんでしょ。マジでやばい。もしかして聞きたいんですか。私の武勇伝の数々。もちろん。あなたはまさにこの船に乗る私のお気に入りのクルーです。さあこちらへ。私のお尻がこの船を救った最新の伝説をお聞かせしましょう。調子乗ってんな。さてさて、武器アイテムを売り飛ばして、99威力だけだったらこっちの方がすごいんだけどな。まあいっか。よし。で、インベントリー。
バックパックを増やす。まあとりあえずこんなもんだな。タニスさんはここだったな確か。これが新しいボルトの鍵のかけらね。触れているだけで肌がピリピリするわ。もしかしたらマーカスが安売りしていたブリトを食べたせいかもしれないけど、あなたはよく分かってないでしょうけど、この鍵は不完全よ。エリディアンがどうしてそんなことをしたのかは謎だけど、3つのかけらが揃って初めて完全な鍵になるの。でも手始めとしては上出来だわ。リリスのところへ戻ったら、彼女とマヤには積もる話が山ほどあるでしょうし、人付き合いがあると大変ね。私は真っ平だわ。手術器具が山ほどある無菌室にこもってた方がマシよ。リリスと話す。よし。弟子ってどういうこと？説明が難しいんだリリス。でもあの子はいずれセイレーンになる。後でちゃんと話そう。マヤから聞いたけど大暴れだったんだって。ああ、多くのものを死神に引き渡してきた。なるほど。さて、かけらが一つ、残るは二つだね。で、どういうことなんだリリス。なぜマリワンがアテナス。新しい武器サブマシンガンだが、シールドに対して効果的。これ一個残しとくか。ちょっと鍵のことは長らく秘密のままだったのに、今になってバレたのはなぜだ。わからない。でもカリプソツインズは私たちどころかタニスよりボルトに詳しいみたい。マリワンにアテナスを侵略させたのもそうかもね。奴らはグレートボルトを探してるって言ってた。プロメティアのボルトもそれと関係してるはずだよ。何としても先にたどり着かないと。そうだな、ファイアーホーク。もうその名前にふさわしくないけどね。リリス、いや久しぶり。で、調子はどうかな。なんて。わあ、いいヒゲだな。さあ、ありがとう。包囲専用ヒゲなんだ。それはそうと、手を貸してくれ。どう目いくんだろう。片側が小惑星に乗せたレーザーでアドラシア本部を狙ってて、降伏しないと俺を真っ二つにするって脅してくるの。ほう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 。ありえないって。それは恐ろしいな。助けて。ああ、そうだ、そういえばゼロの報告によるとレーザーの努力はボルトの鍵かもみたいな。それを先に言って。わかった。やった、そうくなくっちゃな。いやー、ドーム最高。じゃ、よろしくね。リース、アウト。頼むね、ボルトハンター。レーザーの剣、リースに手を貸してあげて。了解です。メリディアンメトロプレックスに行く。まあ、その前に。ところで、タトゥーのことだけど話したくはないか。タトゥーのこと。話したくないし話せることもない。わかった。さて、少し休まないか。これじゃないわ。サンクチュアリにいると落ち着くよ。まさにサンクチュアリだ。どういうこと。ミッション受けられるやつが一人。これ矢印下になってるから下か。こんにちは。そういや、この辺にエヴァいたな。やっぱお前か。やっぱ助け合いの精神って大事だ。レベル17ベリーハードのミッション、これやべえな。ミッションだよ。優先順位トリプルメガ級。アテナスに忘れ物しちゃったんだ。総員から出られるのが嬉しすぎて、ものすごい大事なものを持ってくるの忘れちゃって、お願い取ってきて。まあこのミッションは多分ね、かなり厳しいと思うね。てかミンミッションのレベルも17か。この辺りからちょっとレベリングが必要かもしれないな。ちょっとレベリング、レベルというか、まあ、とりあえずこの受けてるサイドミッション片付けていきますかね。準備はいいか。さあ、とりあえず
ミッションレベルって言えばいいのかな、の低いやつから片付けていきますかね。ヒーラーとディーラー、エイズバロンと会う場所はどこだったかな。そこか。さあ左か、左、あ、このまままっすぐで行くか。あれか。さあ乗り込め乗り込め。無理か。よし。あ、普通にいるね。すげえ患者ばっかり。いや、これ敵だな。小さなロボからいなくなった君のスタッフの件を聞いた。なんだって、もう野菜でも前にした依頼じゃないか。ここがまだそこそこ綺麗な状態だった時の話だぞ。まあでも来てくれたよかった。戦争で傷を負った連中を助けようとしてるんだが、ぶっちゃけた話、薬が足りてね。ほうほうほう。欲しいのはヘキサペアジンに逆空の油、メロディナックスに血液パックだ。探してくれるか。あー、なるほどね。集める系のミッションか。場所がもうこのまままっすぐだな。ところで、これはただの内科医じゃない。専門は戦場医療だが、研修中はライムを専門にやってた。マジだ。よいしょ。専門のアミクステープを渡すんだった。聞きたよな。いや。わかるぜ、自分の苦労に集中してんだよな。テープは後で聞かせてやる。ああ、こいつら倒せばいいの？こいつらを片付けて出てくるやつかな？いや、違う。あ、上っぽくないな。いや、でもこの上だな。どっか登れる場所あるか？ここ。うわ、登れないな。あいつらを探してオンボロ車をぶっ飛ばしてくれ。もういた。おお、こいつだな。まずはよし。やった、今にもギャングスターって感じだな。じゃあ、オッケーオッケー、もらってトンズラだ。来てくれ相棒。回復薬15。そんなに拾ったか。おお、待て待て、ここにもミッションがあるな。ちょっと受けるだけ受けよう。ボルトハンター、クイーンって科学者がハイテクオタク兵器を作ってくれてるんだけど、しばらく連絡がないんだ。ハイテクオタク兵器ってなんだ。死んでないか確かめてきてくれる。へえ、死んでたとしてもクイーンが作ったノグハッキング用のデジタル生成装置を回収して、あいつらを利用できるといろいろ助かるだね。よボルトハンター、ユニークな車のパーツを探してるの。おお、難しい。ここ見つけてきたらキャッチガイドで呼び出せるようにしてあげるわ。届かんぞ。バンディットテクニカル、マインスロワーがついてる。欲しいわ。あ、取れた。ほい、よし。いい子だ。これ敵の敵のじゃないな。敵のじゃないけど、キャッチャーライドまで戻って、その武器をすぐスキャンしてあげるから。オッケー、捕まれ。こいつを、おお、すげえなこれ。どこだったかな。あー、そこか。これでいい。オッケー。キャッチャーライドでテクニカルに搭載しちゃって。新しい乗り物ゲット。でもまあ今はこれでいいな。それよりも今すべきは回復薬とね、血を集めないとダメなんだよ。
これどうやって行くんだ。この上はそこからじゃ登れんか。あ、そこ空いてるな。まあ、ここから上か。上に行く感じね。見てくれ、薬局だ。放置されてしばらく経ってるけど、まだ何か残ってるかも。でもラッチが住み着いてるっぽいな。削れちゃってくれ。しょうがねえな。生きていた時よりいい顔だ。まだいんな。これ絶対すげえ湧いてくるだろう。でもなんかアイテムがいっぱいありそうな感じ。気がしない。君は本当に待って、後ろ湧いてる湧いてる。ハンドが武器と。ん？勝手に切り替わったが、弾がなくなったわけじゃないな。うるよいしょ。さらば、あれ？さてさてさて。回復が結構あるね。清潔ってわけじゃないけど、患者にはそんなことより薬が必要なんだ。これはオッケー。もうちょいだね。あと一箇所。一箇所って言い方でいいのかわかんないけど。もう前もあったけど、あの箱にどうやって収まってたんだろうな。さーてさて、お次はその先の、いや、こっちだな。こっちの あ、そうか、この上か。この上どっから登れるのかな。登れる場所があると思うんだけど、どっからだ。マップを見る限りではなさそうだよな。ここここぐるっと回って、ここわちゃわちゃって行っていけるのかな。待って、これ登れるパターンだな、よく見ると。シンビラはブラックマーケットの売人だ。かけてもいい。やつが物資を盗んだんだ。はしごがあるじゃないか。ちょっと脅せばすぐにブツを出すはずだ。物資ならある。まっとうなプレミア価格で喜んで売る。お前か。俺は家族を養いたいだけなんだ。分かってくれるだろう。だから撃たないでくれ。これ以上血を流す必要なんてない。金さえ払ってくれれば商談成立だ。金か。いやいや、みんな苦労してるんだ。だがこの俺は患者を歓迎とも損するような勘弁。というわけで、行って脅して片付けてくれ。え？あんたはここがどんな状況か分かってないんだ。うわ、お金結構するな。まあ残念なことにね、ここはね、あのボーダーランズの世界なんだ。ビジネスをしよう。切った張ったは願い酒だ。申し訳ないが、物資を手放さないなら君を脅さなければならなくなる。どうやってやるか見たいか。怖え。おいおい、わかったよ。持ってけ。だから頼む、物騒な真似はやめてくれ。申し訳ないな。これで薬は揃ったな。血液パックがあと一つ欲しいところだけど、なんとかなるだろう。戻ってきてくれ。これでいいの？何を考えてるかわかるぞ。なんで医者がラッパーになろうとしてるのかってな。まあ聞けよ。薬ってのは使えばなくなる。でも俺のライムは
ソウルを癒すんだ。うん、よし、それじゃあ、あんたに送るぜ。俺はラップオブバランスカップブチャケン。金のスタックが仕事の詰まった俺のジャックに手を出すな。どうよ、ずいぶん行っちまってるようだな。よし、これでミッション完了かな。よし、まだ少し足りないな。ちなみに俺のミックステープのタイトル曲はどこだ。そっちか。ヘモグロビンディスロビンっていうんだ。欲しいよな。まだいらない。そうか、まあ自分で献血する。空の血液パックを持ってきてくれ。空の血液パック、あ、これか。この血かき集めるの。よし、そうだ。あー、お前の血を取るの。おお、慎重に俺の腕に血液パックを使ってくれ。いいな。慎重にって、これ取り付けるのが V なんだけどな。V はね、確かね、接近攻撃なんだよな。うるぅ。おかしいだろ。すまない。あ、落ちてる。回収。OK。ありがとう。さすがだな。代償でかすぎるだろ。ロボットアーム買おうかな。俺のことは気にすんな。生き延びてみせる。あんたのおかげで患者も大丈夫だ。あんたは大丈夫じゃねえだろ。怪我人の治療に当たれるようになった。はい。ところで最後にミックステープはどうだ。やっぱりいらない。そっか、いらねえな。そっか。待って、この先に大したもんなかった。よし、そうですね。とりあえずレベル10のミッションは一つ完了したから、次はこれだね。マリワナビーツですね。というわけで、まあ、今回はこの辺で終了したいと思います。次回もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。